トーヒディタバリは、イランのカリグラファー、画家。ペルシア語表記は、で、トーヒディタバリと発音する。マーザンダラーン州のバーボルに生まれ、14歳から、バーボルで、ペルシア書道と彩色を学び始めた。1983年より、テヘランのイラン書道協会で技術を磨いた。ペルシア書道において、トーヒディタバリが、専門とする書体は、以下の2つである。 アーカイブされたコピー。2007年9月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年12月15日閲覧。 http://p-a-g-e-s-p-e-r-so-or-a-n-g-e.fr-c-i-t-e-d-e-s-a-r-ts-s-a-d-ex-po-t-o-w-h-i-d-i.htm-hathttp://en-r-h-iv.s-l-o-b-o-d-n-a-d-a-l-m-a-c-i-j-a.hours-2-0-0-4-0-1-3-1 u l t u r a 0 2 a s p h t t p v i j e s t i h r t a w a r d s a r h i v 2 0 0 4 0 1 3 0 k u l h t m l http://www.vjesnik.hours/.pdf/.2004%5c01%5c31%5c16a16pdfhat アーカイブされたコピー。2008年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月16日閲覧。 h t t p w w w d a i l y i r 2 0 0 5 1 0 7 9 6 m u a 7 9 6 h t t p w w w i r a n y a n w s c g i b i n i a n e w s e x e c v i e w c g i 1 3 1 0 7 8アーカイブされたコピー 2006年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月18日閲覧。アーカイブされたコピー。2007年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年12月18日閲覧。ありがとうございます。